はいどうも、皆さんこんにちは、むけんです。一週間くらいね、ちょっと空いちゃったんですけど、星ドラのね、10連をね、前やったんですよ。今回ね、星ドラの、星5武器確定の10連とね、それ、貯めてたやつっていうかね、取ってたやつと、あとはね、もう一個は、なんだったっけ？あれだ、ね、3D、これのね、メニューからね、最近のアップデートで、この 3D フィギュアっていうのはね、始まったんで、これね、まあ、やってみようかなと思って2万ぐらいで買えるんでね、やろうかなと思ったんですけど、外部リンク飛んだんで、まあ大丈夫なのかなと思って、一応確認のためね、皆さんの確認のためでもあるんで、Apple Store じゃなくて Apple にね、直接電話して、これ規約に触れてないかどうかね、聞いたんで、まあその辺ね、今日はね、喋りたいなと思います。じゃあまず10連見ていきましょうか。先日のね、今開催してもう決まったんですけど、確定分ですよね。ガチャの、これだ。これね、これが当たる、今、レジェンド福引きのガチャ。まあ、確定ですよね。まあ、一回引いたんでね、ついてないですけど、このね、3000ジェム使って引きました。じゃあ見ていきましょう。はい。はい、ではここからですね。まあ、10連やっただけなんですけど、まあね、確定、全部武器かなと思ったんですけど、全部武器ではなくてね、あとね、5000円分ぐらいチャージしたかな。まあ、久しぶりの課金ですね。まあ、最近ね、ちょっとね、お金使うとこがいろいろあるんで、あんま使わなかったんですけど、この時でびっくりして、なんで帽子出んのと思ってね、全部武器じゃないのと思ったんですけど、まあ、とりあえず普通に出ましたね。はい、これが確定分なのかな。ねえ、おめでとうって感じでね、斧が出ました。斧一番ね、攻撃力高いのかな。いや、ほんとね、よかった。よーしって感じでしたね、これ出た瞬間ね。大天使の斧。なんかね、必殺技がね、300% かなんかですよね。で、早速、連続できましたね。どっちかが、まあ、確定分で、多分どっちかがね、まあ、普通のやつだと思うんですけど、ね、たまたまにしても 6% が出たっていう感じかな。いや、よかったよかった。で、あとはね、それ以降は4とか。このね、星の扇は、壊すとね、結構いいんですよね。確か、回復系かなんかだと思うんで。ツインスワロー。この辺はもうね、星4以下はまあ、あんまりやっぱり、そこまで必要っていう感じじゃないかな。この玉鋼、鋼の鎧、あ、上か。まあ、この辺もね、餌にするって感じですね、4。ね、もう一回跳ねないかなって感じしますけどね。プラチナメイル。まあ、この辺もね、もう多分ないと思うんで。この辺も鋼かな。ね、まあ、玉鋼とか鋼とかね、ほんとよく出ますもんね。はい。おこれが2回目。よっしゃーと思ったんですけど、これがね、プラチナウィングですね。これ、星4じゃなくて5なんですね。プラチナなのにね。なんか、テンション上がった割にはね、えって感じでね。で、これで10連が終わりかな。で、今回の10、あ、次か。で、まあ、妖精かな。これは。妖精の杖ですね。まあ、こんな感じでね、まあ、最初ね、2連発来たんで、まあ、この辺でね、強化してる。まあ、今、強化玉もね、結構落ちやすいんで。まあ、そんなとこかな。はい。じゃあ、そんなとこでした。まあね、今やってるの、この、アークスラッシュ。これがね、結構まあ、美味しいと思うんで。まあ、あと、ハンマーとか、槍とかあるんですけどね。今回当たったのは、コンでもなく、このブーメランですね。まあ、ブーメランもね、どうなのかっていうのはあるんですけど、まあ、アークカッター。これもね、今後ね、見ていこうかなと思います。はい、じゃあ、止めましょうか。はい、じゃあ次はね、まあ、先ほど、ツイッターではね、一応画像アップしたんですけど、普通にね、Apple Store に電話したんですよ。で、普通にね、女の人が出てカスタマーセンターでね。いや、最初ね、Apple Japan の方に電話したら、すげえキレられてね、一般のお客様窓口ではありませんって言われて、で、電話紹介しますよね、普通のサポートの方で。で、そこで電話したらね、お姉さんが出て、で、その後ね、お姉さんが、なんか、一応ね、まあ、調べますって言って、で、5分ぐらい待ってたんですけど、そしたら一応ね、専門のスタッフに繋いでくれてね、一応話したら、大丈夫と。で、理由はね、言わなかったです。お客様は、その、買えるかどうかの質問ですよねっていうので、まあ、詳細はアプリ側に聞いてください。で、いけるかどうか、アップルが、削除対象かどうかで言えば、大丈夫ですっていう風に言ってたんで、まあ、買うかどうかね。まあ、昔ね、まあ、半年前かな。なんか、モンストとかでありましたよね。アプリが。まあ、ね、制裁を課すみたいなね。そんなんではないみたいですね。ってことで、この 3D フィギュアね。まあ、例えばこれで選ぶと。で、まあ、下のね、指輪とか、その辺はね、選ぶことできないんですけど。クリムゾン一式でかっこいいよね、っていうことで、
こんな感じで、まあ、選ぶと、王者の剣とアリアハンの盾。この辺で OK すると。するとね、外部サイトに、飛ぶような感じになりますんで。で、これでね、株式会社カブクっていうところにスーってスライドするんですよね。で、このくるくる回ってる時点で、まあ、コピーしてるような感じで。で、輪郭さんっていうのかな。で、ここでもコピーしたやつが全身あるんで、これに対してね、光沢仕上げで注文すると、カートに入れるみたいな感じでね。で、まあ、大丈夫なんだろうなと思ってね。一応ね、まあ、問い合わせしたらアップルはね、問題ないと。ね、なんで引っかかったのか気になったんですけど、なんでか教えてもらえますかって言ったら、いや、そこはアプリに聞いてくださいっていうのでね、私たちはまあ、OK っていうことしかちょっと言えませんっていうので言われたんですけど、とりあえず、アップルは、やつは通って、もちろんね、多分アプリをアップデートする時点で、いろいろね、審査があるんで、アップル厳しいんでね、そこでまあ、通ったのかなっていう感じしますけど、とりあえずね、買って、まあ普通に使用する分は、問題ないみたいですね。ライナマじゃないですけど、放送の時もね、大丈夫かよ、このサービスっていうね、みんなコメントバーって流れたんですけどね。まあ一応聞いた限りではね、アップルが問題ない。で、しかも女性スタッフじゃなくてね、その奥にいる、まあ、あれですね、アプリに詳しい人の話だったんでね、男性のね。まあすごい詳しくね、話してくれたんですけど、でもまあそこはね、アプリ側に聞いてください、その、ね、仕組みとか、その辺はね、我々が答えるとこじゃないんで、ということで。まあ、とりあえず、Apple が問題ないということでしたね。はい、じゃあ今日の動画、10連と、その辺の電話のお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。あとね、髪の毛ね、元に戻しましたんで。はい、失礼します。またまた。